構えで難関勢進出、残り2周回となりました。上越勢にプレッシャーを与える4番栗田ですが、突っ張って2番船山右京、中段変わらず北日本、7番八島、1番小矢田、5番手の状態4番栗田真央が続いていて、残り1周半の地点です。2番船山前受けから突っ張っていって、7番手から6番広瀬が切り替えて北日本勢の後ろ、さらにはもう一つ位置を上げてきて2番船山の3番手へと切り替えていきました。今度は関東3人で引っ張る形で、あとは7番八島4番手中段で巻き返しに転じる4番栗田真央、6番手からのロングスパートですが、中段で7番八島とスピードが合致している。先頭2番船山右京で、4番手まくりで7番八島としまさ、1番小田追走できません。ここへ乗っていく形で4番栗田と3番中井の南関東勢、最終バックを通過したが、船山の後ろで5番梅山が牽制を見せて2番手以降もつれる。先頭抜けた7番八島としまさ、2番手は4番栗田が3番中井か、先頭7番八島としまさ合輪、2着は3番中井達夫、そして4番栗田真央が3着です。上昇で赤馬の方です。先頭2番車上杉良樹、さあ様の藤田との勝負、ここが突っ張るか。2番の上杉良樹、初日の特選はまず2社のラインを突っ張りました。一応の佐々木は中段で4番手すんなり乗ってきて、さあいい流れになっています。先頭2番の上杉良樹、初日の特選は様の藤田を突っ張っての先行です。一番の佐々木はさあこの動きを中段で見ていますが、様の藤田がもう一回来ました。さあ一気に叩き切りました。様の藤田終盤、2番の上杉が出られましたが中段の3番手、しかしここにそつなく一番の佐々木が追い上げていきました。佐々木は3番手中段中段立ち回って2コーナーからバックに入ります。強引に上杉を叩き切りました。様の藤田終盤の先行です。車間を切る6番の荒木ですが、直後から1番の佐々木龍、一気にまくって前段取られていきそうです。乗ってきたような阿部隆之、さあ人気の2人ができて4コーナーから直線です。中段まくり決まって1番佐々木龍、4番の阿部隆之、さあ詰め寄ってどうか、並んで刺したか残ったか、最後は一夜から制どうか。この2車団では3番4番が 3.3 倍で1番人気となっています。最高短期2番北野志春、前段の層を伺っていくところ、隊列動きなく誘導対比で赤番の声に集、3番大石が上昇、これを見て1番村上の久は突っ張りました。短期2番北野が切り替えていき3番手、1車下げて3番大石は4番手、金が入って突っ張った1番の村上、再びペースをスローに落としています。巻き返し明るは3番大石、再び上昇3番大石、これも突っ張る1番村上、最終周回ホームかましました3番大石、追走4番市村、近畿ライン先頭2番手、叩かれ1番村上は3番手のバックスイッチ、近畿両者で決まったか、かまして主導権3番大石、番手絶好流れは4番市村、あとは1番村上3番手、4コーナーから直線3番大石先頭だ、追い込む4番市村、3番大石高ある振り切った3番4番。動いていって赤番過ぎて残り2周回、7番日浦を抑えて3番シサメイ、1番高橋康弘は同期シサの後ろ3番手で外並走になりました。7番日浦も引かずにいます。しかし1番高橋がジャン前で踏みますが、3番シサが突っ張って関東勢いけません。7番日浦サイド3番手主張も1番高橋が決めていって、6番中山連携はどうでしょうか、追い上げようとしています。先頭はマイペース3番シサメイ、7番日浦高道は6番手車下げました。残り1周回、久さめいの先行、後ろ5番植木和弘、人気の神奈川勢植木が車間を切り始めました。3番手中段に1番高橋康弘の体勢です。7番日浦高道は6番手でまくっていきますが、先頭3番久さめい、番手絶好となって5番植木、2センター踏んで1番高橋の強行だ、植木が止めていって内からは4番川上慎吾、久さめい高橋康弘、高橋康弘降臨、2着5番の植木和弘、3着は最後2番船田博文の追い込みか。えた沢亀、後ろ攻めから内藤が上がっていきまして、レース動いていきます。残り2周回です。いや突っ張っています7番の増田ですが、加速をしていくのは内藤で、まあ、送り出しても増田は3番手というところなんですが、遅れを取ってはいかんと後方から奈良原も巻き返していきます。打者を迎えます。奈良原の巻き返し、今3番手で増田がここを牽制気味にこの位置を主張していこうとしますが、その外をもう奈良原が叩いていくのか、さあ叩き合いになるのか、まずは
内藤が主導権ですが、番手に競り込んでいきました。残り周回です。追い上げていった奈良原、しかしここは西川が牽制する。しかしガラッと開いたインコースを7番の増田仁志が2番手に上がっていきました。短期の先行になった内藤の後ろ、7番1番4番中国勢が続いていって、バックから3コーナーです。さあ内藤が粘れるか、徐々に差を詰めていくのが7番の増田で、4コーナーから直線です。4番坂木原もいい抜きだ。直線コース抜け出した7番の増田、あとは4番坂木原が2番手に上がった。7番4番1番3番西田が切り替えていき、3番手下げて1番神田は4番手、前後対決入れ替わってホーム赤番、残り2周と変わっていきます。4番土屋先頭、ペーススローとなっています。後方警戒、短期3番西田大志3番手、下げて1番神田亮は4番手、かますかまくるか両天秤、先頭取り返しに行くのかどうか。1番神田亮4番手、金が入って4番土屋正人、腹をくくって先行体制に入りました。短期3番西田大志3番手、人気の1番神田亮は幕に構えています。4番手ホーム一本棒、最終周回飛ばす4番土屋マーク、2番大園関東ライン先頭2番手、短期3番西田3番手、4番手から1番神田がスパート枠設置、マークで1番の神田そのまま前段捉える勢いで3コーナーをカーブします。一気に主導権ダッシュ、1番の神田続くは5番のタッチ、最後の直線コース1番神田先頭追い込む5番のタッチ、1番神田亮振り切った1番5番3着2番大園。3戦そして前回決勝入り2番山田正幸、3番国勇気短期で、残り2周藤井の進出は5番尾崎が突っ張りまして、6番里見光平4番手キープのまま、国勇気は岐阜勢の後ろですがインコースから2コーナーバックストレッチに向けて4番手へと並びかけてきました。難関の軌道型分かれての勝負ですが、3番国井が里見の前に出て4番手、里見は1車下げまして、7番藤井親さらに位置を下げて6番手ホームストレッチに帰りました。突っ張り先行で5番尾崎雄星、後ろは地元勢1番内田元気、4番秋葉大輔といって残り1周、あとは3番国勇気4番手です。先頭は5番尾崎雄星、隊列縦長、6番手バックストレッチからのまくり、7番藤井亮也現在は4番手3番手を追っているが、内田元気が車間を切って牽制を見せる。しかし秋葉の上まで来た7番藤井亮也、内田元気藤井亮也、内5番尾崎雄星ですが内田元気だ合輪2着7番藤井亮也。下111期同期の三つぼとへ、三つどもえバトル2列を抑えるか、2番の望月一生、内突っ張った6番の中野が3番手、外に8番の奥村、中段並走となっています。赤番の選手2番望月が先頭、ペーススローとなっています。同期バトル中段争いは6番の中野、外8番奥村で3番手並走、打者を迎えます。金がいて2番望月先行体制に入りました。3番手はどうか、6番の中野がさばきに行くところ、外8番奥村並走変わらず直線コース、最終周回2番望月は先行マークに、7番シュアート難関ライン先頭2番手、中段並走続いて2コーナーからバック、4番原田が自力にチェンジ、後期到来バックから3コーナー、一気に大幕に決めたの4番の原田健太郎、一人旅4コーナーから直線、4番原田は独走、続く7番のシュアート4番原田健太郎快勝合輪、4番7番。隅が続き岐阜コンビが村田の追走、福本は後方でこの様子を見ています。さあ前は並んでいきました、内が渡り口、外が村田、ここは誘導外れて下げていくのが村田です。これで福本が4番手に上がりました。村田は巻き返すにしても4番手に福本がいる展開です。前は渡り口と九州勢、打賞とともに2番の村田一気に加速していって、一方7番の渡り口もこれに抵抗していきます。渡り口の逃げに2番の村田が巻き返して、最終ホーム手前では抜け出していきます。しかし2番手で村田と渡り口が並走になっている。1番後ろの外目から4番の福本も上がろうというところですが、隅がちょっと牽制、そして一方7番の渡り口も3番三浦を牽制するが、大外4番の福本啓太一気にまくっていきました。村田をまくりきりました。最終バック3コーナー先頭4番の福本に変わった。2番手は粘る村田、外7番の渡り口直線コース、突き放していく4番の福本、強い競争を見せました。2着に7番の渡り口、3着に1番。車間もほんの少し開けた3番の田原、
バック13本持っています。3周1コーナー踏み込んでいきます。丹波はここは3番の田原ラインを送り出して前後位置が入れ替わった。ジャン前で4番で丹波が下げ切って打勝。3番の田原が流しています。1番の丹波が3番手、2番の塚本との間は1車身空けている。4コーナー丹波が踏み込んでかましてくるか。3番の田原がどこまで抵抗する。2番手高峰抵抗、高峰の抵抗に丹波、金田、大阪勢がここはさばかれて苦しくなった。6番地元の大川が切り替えた。人気の大阪勢がここは後手を踏んでしまった。4番ダウトが丹波がまくるが金田は離れている。5番の高峰が再三抵抗、丹波康介がここはなんとかねじ伏せた。5番の高峰が切り替えるか。4コーナーが直線、1番丹波先頭、3番手が5番の高峰が伸びて5番2番2着微妙か。審判の決定、5番鈴木玄斗前受けの体勢変わらず、4番手少しずつ動いていく4番坂本周希、見ている5番鈴木玄斗、体を並べようとする4番坂本を突っ張って5番鈴木玄斗、3番鈴木隆二、1番牛山隆弘、関東3人を見据えて4番坂本周希はもう一度動こうとしていまして、残り1周半追い出しかけますが、同時に5番鈴木玄斗少しずつスペースを上げていきまして4番坂本周希を出しません。ホームストレッチでラストスパートに入りました5番鈴木玄斗、後ろ3番鈴木隆二、あと1番牛山隆弘はこの位置3番手、追走の状態で4番坂本のまくり上げ2コーナー車間を切っている3番鈴木隆二、合わせていって最終バックを通過します。先頭を逃げる5番鈴木玄斗、坂本のまくりは3番手外でいっぱいで中を突こうとしている2番青森信也が一気に追い込んでくるが、地元勢5番鈴木玄斗、鈴木玄斗降臨、3番鈴木隆二最後はマッチレース。段並走、内3番渡辺、外9番オリュー3番手並走、外並走9番オリューと、ここは作戦はどういった形となっていくのか。外並走となっています。左手赤番残り2周で誘導対比4番牧田先頭、3番手並走は変わりません。内3番渡辺、外は9番のオリュー、後方1、6番の掛け水が全体の様子を伺っていきます。4番牧田先頭打勝を迎えます。金が入ってスローペース、4番牧田先頭変わらず、この先行体制入るか。後方からようやく6番の掛け水がスパートを築いてペースアップ、4番牧田先行体制、最終周回4番牧田の先行マーク、7番大塚なんかの先頭に回って、3番手は3番渡辺がさあどうか、内に入ったか。9番オリューが自力を出していきます。バッカー3コーナー、これを7番の大塚がブロック、5番の柿沢が自力チェンジ、1番の山形和樹がコースをついている。4コーナーが直線中割った、1番の山形和樹、それでも7番の大塚明が追い込んだ。動いていって3番横関、中段北日本勢を抑えて前段へと接近。1番武田はこれらを送り出していきまして、現在は3番手の内側ですが、5番相澤龍が前中段、3番手までまた車を進めてきまして、1番武田は2つのラインを送って5番手です。残り1周半でじわりとペースを上げていった3番横関勇気、中段キープ5番相澤龍、そして2センター踏み込んでいって1番武田亮です。武田のスパート4番河村正明、少し口を開けているがどうか。3番横関が飛びついていって1番武田亮短期発進で、この後ろ3番横関、しかし乗り越えて4番河村正明追走していきました。地元勢連携戻せるかどうか。先頭2番手は4車身の距離が空いている。3番横関が再度目標にする形で3番手から2番手を追ってきた。5番相澤龍、5番手からのまくり追い込みで3着争いまで持ち込んでくるが、1番武田亮先頭1車身リード降臨、2着4番河村正明踏みとどまって最後は迫って2着。で先2番の矢口上昇で前を押さえていきます。前置き1番の山口が踏み込んでいます。突っ張る構え、そして3番かなが3列重なってホームアカバン、残り2周一気に前を抑えて3番かなが、1番山口健也の位置取りはどうか。やや内に入った格好ですが、4番手15番手1中段となって2番宿口は7番手レース打勝を迎えます。金が入って3番かなが赤番先行、中段5番手1番の山口、2番宿口は7番手、
ホーム一本棒となっています。直線コース最終周回、3番神奈川の先行マーク、9番アライ、6番井上、7番宮城ライン、先頭にまで3番で4番手、中段からは1番の山口がまくり上げ、バッカー3コーナー1番山口まくり高回転、2段ロケット、9番アライ構わずまくり捉えるか、1番の山口、4コーナーから直線内、9番のアライ、外は1番の山口、1番の山口健也が最後捉えてゴール、1番9番